Thank you.
ていいわよ。だって合衆国議員のターミナルからトップシークレットのセキュリティコードを手に入れたんだもん。次は最寄りの中継タワーよ。そこで手に入れた信頼できるデータを全部アップロードするの。このプロセスの最後の部分が半分終わったところよ。つまり今までわかるだろうと思っていたものと違っているの。でも希望は持てる。そうよね。
不具合がなければこれであなたはアパラチアで一番の英雄になった。できればただ一人ではなく。スコーチ探知システムを完成させてくれたのね。システムを半分機能させるだけでも一体どれほどの時間と労力を費やしたか。多くを失った。兄弟に、父さん、あなたもそうよね。これでスコーチがどこにいても探知機がその存在をキャッチしてピップボーイにメッセージが送られる。あとは戦って排除する手段だけ。まだ用意していないのなら私のターミナルを確認してスコーチビースト用に作ったトラップについて読んでみて。うまくいけばまだ正常に動作する。あの空飛ぶ怪物をおとなしくさせる確実な方法よ。それにこの地域で頼りになるのは BOS だけだった。もういないけど彼らは強力な武器を持っていたの。彼らは湿原にあるディファイアンストリデと呼ばれる場所で最後の抵抗を試みた。でもコードネームを使用していたから正確な場所はわからない。キャンプベンチャーのエディの古いサバイバル訓練場で始めたいかも。私のターミナルでディファイアンストリデというエントリーに BOS について得たものも全部入れておいたわ。まずはキャンプベンチャーを当たってみて。エディのサバイバル訓練場よ。そこにヒントがあるはず。